Space Monkeys TV。 ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。さあ今日ね、1000円自販機は自分にとって3回目ですね。1000円3000円でもう1回3回目も3000円やってみたいと思います。これ釣り具あるじゃないですか。多分入ってないんですよ、釣り具入ってないので、もう狙うはね、本当に当たりの PS ビターか Nintendo 3DS で、なんかいいのが当たるのであれば充電器が欲しい。今ちょうど忘れちゃったんですよ、 iPhone の充電器。まずは1000円目いきます。1人目1000円。なんかね、結構売り切れてるんですよね。僕はね、一番右下でいきますよ。音聞いててください。いきますよ、1回目ゴー。軽いね。でもね、当たりの場合はね、軽い方がいいんすよ。ちょっとやばいっすよ。いきます。なにこれ、これさ、どっからどう見てもおそ松くんシリーズじゃねえのっていうようなマークだよね。間違いなくこれおそ松くんでしょ。ちょっと上げてみましょうか。時計じゃん。あー、出た出た。なんていうの、なんていうのかな、1000円自販機シリーズあるあるの時計が出ました。青いっすね、ジャパンブルーっすね。安もんっすね、これ多分。これ多分ね、680円ぐらいだと思う。じゃあ次行ってみましょう。多分ね、一発目が時計だったから、2回目は1000円自販機あるあるの多分メガネが出るよ。メガネが、俺でもまだメガネとか当たったことないからな。1000円目、まああるあるの時計は出たからね。じゃあ今度は一番上の真ん中いきます。音聞いててください。ちょっとすごくなかったですか、今。重かったよ。お、まあ普通の箱、普通の箱ですよ。なんかすげえ突出してますけどね、ここ。見ていただくと分かるんですけど、お、丸いっすよ。で、これ謎の文字ね、茶色のなんか点がついてます。上げてみましょうか。お、あ、これは嬉しい、これは嬉しい。 LED ヘッドライト、これ夜に釣りに行くときにね、ちょうど欲しかったんすよ。ええ、まあ釣り具屋さんに行けば多分780円ぐらいで買える商品です。当たりなのかな、外れなのかな。まあとりあえずこれ当たりました。次行ってみましょう。行きまーす。さあどこ行きましょうかね。ここ行ったし、まあここ行ったから、まあ次は今度はここの真ん中の右行きます。行きますよ、音注目。今すげえ音しなかった。うちのお母さんが2階から飛び降りたような音がしたけどね。行きますよ。あ、細系ですよ、細系。でもね、振るとね、ちょっと結構重い、ゲームっぽい。パープルの位置です。ゲームっぽいな、なんかカードリッチゲーム、1000円自販機あるあるカードリッチゲームっぽい。行くよ。なんでしょうか。グラスを置くと光り輝くコースター、 LED コースターだって。うわー、これね、ちょうど惜しかったんですよ。うん、これちょうど釣りに持っていきますよ、きっと。はい、今回3000円やりましたけど、もうね、 LED のセット、1000円自販機あるあるのジャパンブルーの時計。以上、スペースモンキーズ TV の1000円ガチャ3回目のチャレンジは LED シリーズが多かったっていうことでした。最後までご視聴ありがとうございます。 Twitter のフォローとチャンネル登録お願いします。